はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。11時20分ちょいと回りました。2月は13日のチューズデー火曜日でございます。行きましょう。今日は朝からねチャリンコでちょっとねあれです、八丁堀の方まで行ってね戻ってきたんですけど、しんどいわほんまに。もう飽きませんね。もう全く体力が落ちてます。さて、日経平均バカに上がってましてですね、848円高、もうすぐ全場引きますけどね、37,710、これはもう 38,890 ですか、1989年、もう遠い遠い昔でございまして、34年前ですか、34年前のあの数値を抜くのはほぼ確実でしょうね。しかしですね、まあ、一応ね、日本企業の業績悪くないんですけど、まあ、一部ですね、大手の株価を引っ張っているのは5社か6社らしいですね。東京エレクトロンとあれですね、ファーストリテイリングとなんたらかんたらっていう、大丈夫かなという気しますけどね。まあ、ただですね、34年前と今ではですね、日経平均の組み込み株価225ですか、は3分の2が変わったそうですね。あんまり意味ないやんと思うんですけど。はい、まあでも一応一つの指標でございます。37,710と、ドル円は 149.385 と、香港今日も閉まってますね。はい、原油 76.98 と、まあ、ですね、高いですね。はい、ドルウォンは動いているのかな。ドルオンは動いてるようでございますね。はい、ドルオンは動いてるようでございます。まあ、韓国の株式市場は閉まってるのかな、どうしよう知らないけど、1328ということですね。韓国見てみましょうか。韓国の株式市場コスピは動いてるんですか。いや動いてるみたいですね。2651と、まあまあまあそんなに大きな動きなしですね。さて本題いきましょうか。これは昨日ですね、16時41分に出た記事でして、時事ドットコムです。玉木代表、自民裏金、脱税まがい、国民民主が党大会と、短い記事なんで読んでしまいますとこんな感じです。国民民主党は12日、東京都内で定期党大会を開いた。玉木雄一郎代表は挨拶で、自民党派閥の政治資金規正法違反事件に触れ、濡れ手で泡で裏金を手にして、そんな、濡れ手で泡ですか、あれ。一生懸命集めたんでしょ、パーティー券を。裏金を手にし、脱税まがいの会計処理を放置する。そんな庶民感覚からかけ離れた政治を変えようと訴え、岸田政権と厳しく対峙する方針を示した。玉木氏は裏金問題は看過できないと述べ、全容解明や政治改革を求めていく考えを強調。これからも対決より解決の姿勢で取り組むが、正直な政治が貫かれていることが大前提だと指摘したと。ここに来てにわかにその玉木さんですね、これで記事は終わりなんですけど、にわかに玉木さん対決姿勢を打ち出している感じがしなくもありません。まだね、選挙は近くないですよ。少なくとも今年9月の自民党総裁選が終わらないと解散総選挙できないですよ。岸田の首をすげ替えんことにはですね、自民党は解散できないと思いますね。なんで、まあ、対決姿勢もいいですけどね。でですね、脱税まがいというのは脱税そのものでしょ、あれ。あのお金をですね、ちゃんときちんと政治活動に使ったというのであればですね、きちんとそのあれを出せばいいわけですね。人をですね、帳簿に入れて、ですね、人を出せばいいわけであって、それができないというのであれば個人的に使うてんろうというふうに税務署に認定されてですね、所得税をかけられてもですね、不思議ではないと思います。まあ税務署そこまでしないと思いますけどね。脱税であることは確かだって、個人で使えばね、政治資金で使ってればですね、じゃあきちんと会計処理をすればいいというだけの話です。まあ多分あれですね、会計処理で
できない使い方をなさったんでしょうね、皆さん。それは政治家いろいろお金かかるでしょ、そのね。なんでですね、いろいろ規制があってですね、なんかお葬式とか行けないんですよね、政治家、千代田かな、確か。そういう、要はね、有権者を買収するような行為は一切禁止なんですよ。例えば選挙運動のですね、ウグイス嬢とかにお金払うとあかんのですよ、あれ。変な話ですね。昔はバイト代とかやって払ってたんですけど、僕も選挙のバイトやったことありますけどね、学生の時に。もらっていたんですけども、今はあれ払えないということですね。それでもですね、払うらしいですけどね、いろんな手を使って。そういうのって会計処理できないでしょ。まあそういうお金ではないかと思うんですけど、まあそこをね、もっともっと、もうちょっとクリアにすべきでしょうね。でやってできないことはないと思うんですね、その辺のことをクリアにするっていうのはですね、まあ、もう今の制度が追いついていないわけでした。今回ですね、岸さんがですね、真っ先に派閥解消とかで言い出したでしょ。あれは岸田さんの宏池会がとってもとってもやましいことがあるのではないかなという気がしますね。あんまり追及されたくないという。で、多分ね、あれなんですよ、宏池会のパーティー券って中国人がいっぱい買ってそうなんですよ。中国という国はね、そのよその国の政治に浸透しよう、影響力を持とうとする国なんですね。で、それに金を使うのは惜しまない国なんです。でところが、まあ、日本の政党は外国人、外国企業から の、あれです、ね、寄付は受けてはいけないという決まりがあるんですけど、外国人にパーティー券を買ってもらってはいけないという決まりはないんですね。だからですね、宏池会は大量にですね、中国人にこう券を買ってもらっているということが言われています。それがですね、表沙汰になってギャギャ騒がれるのが嫌で、岸さんはですね、派閥解散を決めたんちゃうんかなと。一旦解散してしまえばそんな知りませんって言えますからね。まあ本当は言えないんですけども、まあそういう、とりあえずはそういう言い逃れができますんで、昔のことは知りませんとかって言えるわけですね。私この問題ね、毎回言ってます通り、な、大した問題ちゃうやんと思うんですよ。なんて言いますか、自分たち集めたパーティー券をですね、ちゃんとですね、会計処理しなかったというだけの話でしょ。キックバックしてもらったお金で、金額だって多い人で年2000万ぐらいでしょ。大した額ちゃうやんと思うんですけども、まあマスコミが、メディアが騒ぎますんでですね、大方の国民はこれはずるいとかって思ってしまうんでしょうね。なんかいまいちこうしっくりこないんですけども、まあまあそう思われてるんであればしゃあないかなという気はしなくもないです。で、国民党、玉木さん、なんかようわからん政党ですね、国民党って。国民民主というのはですね、野党なんですけども、ここに言い張る人たちっていうのはみんなそのまま自民党にすぐ移れるぐらいの思想信条というか、思想信条があるかないか分かりませんけども、とりあえずですね、左に対するアレルギーが結構ある方たちの集まりというふうに見られます。優柔てみれば維新とそんなに変わらない、そんなに、なんて言いますかね、こう日本をこうしたい、ああしたいというよりもですね、政治家になりたいんだけどもですね、立民は嫌みたいなですね、社民は嫌、共産は嫌って、公明は嫌っていう人たちが集まっていると。で、自民党に本来入れてほしかったんですけども、自民党になかなか入れへんねみたいな人がこう集まっているという、こうイメージがあります。いまいちだからですね、自民党とは一緒になりきれないけども、みたいな野党ですね、第三極とかって自分たちは言いますけど、でも、立ち位置が中途半端ですね。で、どうでしょう、なかなかなくなりませんね、でもね、これね。昔、昭和には民社党っていうのがありましたけど、まあ、大きく言えばその流れなんでしょうね。連合の一部がですね、支援をしているそうでございますけど、まあ、存在価値としてはですね、そんなにこう意味がないような気がします。憲法改正なんて岸田やる気全然ないですけども、仮にそんな話になった時にはですね、賛成に回る可能性ありますね。まあ、そこだけにこう存在意義があるかなという気がしますけどね。はい、
まあどうってことはないですけど、玉木さんですね、存在価値をなんとか示そうとしてフラ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 としてはんなという話でございました。一応このジジドットコムのですね、あのニュースのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。